こんにちは。森です。太郎です。マッスーです。どうもどうも。今日はですね、10月の22日、昨日からですね、伊豆高原の方でテニスビーチの合宿やっておりまして、合宿ではありがとうございました。ありがとうございました。テニスビーチ合宿定期的にやってるんですけども、今回でインスピの松田さん、ちょっと特別コーチで、はい、ご参加いただきました。ありがとうございました。松田さん、参加いただいてとても盛り上がっていて、本当にすごい良かったです。はい。今回も合宿20人以上の、ね、方ご参加いただきまして、毎回参加いただく人もいますし、初めて参加という方もいらっしゃったんですけども、ね、あんまり年齢のことを言うとね、ちょっと失礼かもしれないんですけども、あえてちょっと言わせてもらいたい、今回女性の方でね、初参加で74歳、ね、74歳、参加されてる、Kさん、すいません、ちょっとね出させていただくんですけども、ご参加いただいて、いろいろとね、夜座談会だとか、みんなでね自己紹介だとかお話ししてる中で、その方ね、ベテランのジョップ大会に出ているっていうふうにおっしゃっていて、と思ってね、私びっくりしちゃって、で正直言うと、いや、めちゃめちゃ別にうまいわけじゃないんですよ、で本人ももういつも出ては1回戦で負けちゃって、もう恥ずかしいからもう言わないでくださいなんて言っていて、でもね、もうそのね、勇気、本当に泣きそうになっちゃって、私すごい、もうね、めちゃめちゃ私もね勇気もらって、ついについに出ます。出る、ちょっとジョップ大会ベテラン、先日54歳になったばかりなんですけども、来年55歳になりますので、年明け一発目55歳以上、ちょうどインスピさんでヨガカップやってますので、やりたいと思います。出ます。出ます。秋葉さん出れちゃうから出ないで。出れちゃうんですよ。本当は、いや、まだまだそんなの早いよだとか、今中上級で宿泊していて、いや60歳になってからね、じゃあ頑張ろうだとか、いろいろともう言い訳を、ね、考えていたんですけど、ダメね。もう胸打たれました、今回の合宿では。すごいですよ、その方が言ってたのが、これからもっともっとランクが上がるかもしれないですもんねって言ったら、上げるんです、そうって言ってたんですよ。これから上げますね。すごい、覚悟が決まってる。これはすごいと思いましたね。見た目、いや全然別にすごいバリバリやってるね感じがして、すごいね、まあ、おっとりとか、おしとやかというかね、全然普通にいらっしゃる感じの方で、可愛らしい感じ、可愛らしい感じもあるので、峠の茶屋とかで優しくお団子出してくれそう、出してくる。今日ね、合宿に参加させていただいた中でね、同世代の Y さんとかね、また今頑張りって言ってたので、ちょっと一緒にこれを見てくださっているね、まだお会いしてない方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけども、同世代の方、ぜひ一緒に。やってやれないことなんかないですから、頑張りましょうという決意を。おお、誰も言ったことないからね、知らなかった。ついに初めて聞きました、ね、初めて聞きました、ここで。ついに言っちゃいましたね。言っちゃいましたね。ビッグサーバーと。ちなみによく聞かれるんですけども、ビッグサーバーへの道は継続中です。まだ道の途中です、ね、道の途中です。やめてないです。今日も言われましたけど、やめてないです。道の途中です、まあ、もちろん、ね、中上級優勝卒業っていうのもありますし、インスピの、ね、オープンも優勝っていうのももちろん目標ですけども、もう上ベテランのジョップもやります。全日本優勝
え、何？全日本優勝。いやいや。絵の道。絵の道ですね。やべな、絵の道はつけますよ、ね。いや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 。あの、イースピー、両ガカップ優勝への道。ああ、まずね、まずは。まずそこで行きましょう。うん、っていう10大会ありますので。ということで、今後ちょっとできるだけ、練習してることですとか練習、ね、こんな風にやってるよっていうのも載せていきたいなと思っていますので、もちろん竹原さん、増田さんにもちょっと教えてもらいながらで、さらにこういうことやった方がいいんじゃないかだとか、うん、ぜひなんかアドバイスいただければなっていう嬉しいので思いますので、もちろんもちろん、うん、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。全力の2分の1で応援します。それだけです。ありがとうございました。何の話かついに言っちゃいましたね。